阿蘇北向谷北原子林や阿蘇北向谷北原子林は、熊本県菊池郡大津町にある原子林。北高山原生林と表記されることもある。日本の天然記念物に指定されている。第一白川橋梁から見た北向谷北第一白川橋梁。蒸気写真の道路橋から撮影白川が、支流の黒川と合流する、阿蘇外林山縦の河口瀬の左岸斜面にある。 約84ヘクタールの上緑紅葉樹林である。1969年8月22日に国の天然記念物に指定された。加工税をなす南側尾根から白川へと下る斜面が北向きである。ことから天然記念物としての指定では北向き谷と命名されているが、地元ではここを北高山と呼ぶ。また、管理主体である林野町でも北高山という名称を。 用いており、北高山林木遺伝資源保存林として歩行林に指定している。原子林内には、ブラジロガシ、ヤブツバキ、シー、木穀、タブノキなどが群生している。白川の対岸には、縦のダム建設に伴う工事用道路が通り、展望台や駐車場、案内板が整備されている。また対岸から原子林に向かって、南阿蘇鉄道高森線の第一白川橋梁が、 渡っており、列車内からも原子林を展望できる。対岸の第一条には、国道57号や JR 法比本線が通るなど、日本国内にある他の原子林と比べて人化に近い点も、特徴の一つである。北高山の原生林週刊メールマガジン機になる。熊本北高山林木遺伝子源保存林、工事用道路の整備、縦のダム工事事務所。ありがとうございます。